誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。今回のシーダーは柳正弘さん。手話と筆談を公用語とするスープカフェを運営しています。静かな店内では手話があふれ、活気に満ちていました。そんなシーダーのルーツは、以前勤めていた人材派遣会社での気づき。シーダーのまいた種が、来る人すべてに笑顔の花を咲かせる。